どうもリッチモです。今回は最強のオートマイル装備を紹介します。火力最強武器、状態異常最強武器、最強防具の順に厳選した最強性能装備トップ3を発表していきます。今作は武器も防具も種類が多くて選ぶのが結構大変なんですよね。あれこれ迷ってどの装備をつけたらいいのかわからなくなっちゃったっていうね、そんな方にベストな動画となってます。それでは早速紹介の方に移ります。火力最強武器からですね。最初に所注意なんですけれども、マイナス会心武器は含めません。搭載スキルやね、攻撃のね機会が限られるお友達にとって会心スキルを入れてまでわざわざね使うような武器はね少ないです。やっぱりね火力も安定しませんからね。ちなみにお友武器にはそれぞれ近接特化、遠隔特化、バランス型のね3つが割り振られております。自分のお友のねスキルやサポートタイプ、またはサポートコードとかにね合った武器を選ぶようにすると、お友達がね最大限の力をね発揮してくれると思います。それじゃあ第1位から発表していきます。まずは百竜猫木刀派ですね。こちらはね百竜夜行クエストのね、素材から作れます。主玉みつねとかですからね。非常にね近接遠隔ともにね最高火力ですね。最高水準、マイナスね、これほどの性能なのに回収率もねマイナスないので、こちらをね純粋に火力だけで採用しております。そして2番目はもちろんね、こちらの装備ですね。鳴神の猫太鼓、こちらは、175175とだいぶ高数字でまとまっております。雷属性値も含めれば、有効な、ね、敵に対してだったら先ほど紹介した百竜猫木刀よりも火力が出せると思います。こちらが第2位ですね。そして第3位、こちら金色猫のからくり、近接特化型となってるんですが、まあ、遠距離も遠隔も近接も、非常にねバランスが取れた数値になっております。さすがラージャン装備といったところですね。マイナス回心もねこの性能でねないのはびっくりです。それと同一でね3位なのが意外となんですが、これ自分でもね調べて驚いたんですが、オロミド S ネコラーマ、これもね非常にね、火力出ます。こちらは遠隔特化型なんですけれども、攻撃力、近接性能が165、攻撃力、遠隔性能が185と非常に高水準ですね。水属性値まで含めれば、めちゃくちゃ強いです。こちらでね最強火力武器の方はトップ3以上となります。次にですね、状態異常最強武器を紹介します。お供スキルでね状態異常強化とかね KO とかでつけると、お供がねモンスターの、ね、動きを封じまくってくれます。大人気のマヒスタン型ってやつですね。そのためにですね、お供武器は状態異常の属性値が高いことに加えて、打撃武器であることを優先してね選んでおります。第1位は、一番有名なやつですね、メデュレとエスネコ日傘と、麻痺属性値の高さがね、めちゃくちゃ高いですね、他の武器に比べたら。そして打撃武器であること、攻撃力もね申し分ないんですよね。状態異常武器にしては高いこと、すごく強いです。これが第1位ですね。自分はですね常にお供にこれを持たせております。お供ガルクも、お供アイルも、両方持たせてあげるとね効果がね、重複しますのでおすすめです。第2位はですねプケプケエスネコアローですね。毒属性値が高くて、打撃武器でもあるので選びました。攻撃力はねちょっと不足気味なんですが、毒の継続ダメージあるのでね仕方ない感じですね。遠隔特化なのに打撃武器っていうね結構珍しいやつです。そして第3位はですねちょっと特殊なんですね。武器がお供チケットを使います。こちらですね、薬音の、妖鈴ですかね、妖霊、それかニャリンですね。光るんですよね、かっこいい。睡眠属性値が高くて打撃武器でもあるのでね選びました。攻撃力もねまずまずありますね。ですが睡眠っていうね状態異常が、微妙なので、3位に選ばせていただきました。これでですね最強状態異常武器は以上となります。最強防具を紹介します。正直な話で言うとですね、お供防具の数値は10や20変わったくらいで、そんなに違いはね感じられません。おしゃれ優先でもねもちろんいいんですけれども、今回はねしっかり防御力をね基準に選んでおります。まず第1位、鳴神装備ですね。こちら防御力は130、今作の中でもね素直に最強防具ですね。ただしですね、耐性値にマイナスが結構あるんですね。氷と流耐性の時はね少し気をつけた方がいいかもしれないですね。そして第2位、黒子装備ですね。防御力が122あるので、今作の中では2番目に高い防御力を誇ります。あとはですね氷属性に少し気をつけた方がいいぐらいですかね。
そして第3位、八つ方ですね。八つ方のやつですね。115ですね。ここら辺はですね、ディアも同じですし、なんならレックスも同じ、オロミドも同じ、ゴシャも同じですね。そして、マガイマガドのやつも同じですね。115のね、防御力を持つものをね、第3位に選ばせていただきました。数が非常に多いんですよね。体勢にそれぞれね、多少違いはあるんですけれども、極端にね、体勢が低くなければどれを選んでも一緒かなと思います。これでですね、最強防具の方は以上となります。今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご紹介した装備たちはどれも一線級で活躍しているものばかりとなってますので、性能で迷っている方はぜひ使ってみてください。きっと今まで以上にオトモアイルが大活躍してくれるはずです。個人的に好きなのはメデュレット S シリーズで、武器も防具もシリーズで統一してます。自分みたいにおしゃれも性能も両方捨てられないってね、わがままな方におすすめです。次回は、猟犬具をも含めた、オトモガルク最強装備トップ3動画をね、投稿する予定ですので、興味のある方はご視聴していただけると幸いです。それでは皆様、良きハンターライフをお過ごしください。今後もモンハンライズやアイスボーの動画投稿を続けていきますので、動画がお気に召しましたらチャンネル登録やいいねやコメントもよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。